こんにちは。この動画では NeoVim プラグインの BufferLine.nvim についてご紹介したいと思います。BufferLine.nvim とは、タブの、プラグインでして、このようなデモ画像のようにタブをインタラクティブに表示してくれる、プラグインでございます。タブのプラグインは、BufferLine.nvim 以外にも、いくつかありまして、有名どころで言うと、Barber.nvim というものがあります。ちなみにここの、awesome.nvim という、リポジトリに、有名な、プラグインとかが、まとめられていますので、こちらの方も、興味がある方は、ぜひともご参考にしていただきたいんですけど、そこで紹介されている、barber.nvim の、スター数が 1.8K で、そこそこ多い、かつ有名なプラグインかなと思うので、こちらも、試しに、バッファーラインと比較するために使ってみたんですけど、こちらの方は私が調査した印象だと、公式の、コマンドが若干うまくいかなかったりとか、このように、バッファー GoTo とかを、設定してもいい感じに動かなかったりした時があったので、ちょっと個人的には若干使いにくいという印象があったので、採用は見送りました。ただ、私の環境による、問題もあったのかなと思っているので、このプラグイン自体が悪いとは思っていないので、ぜひとも、興味がある方は、全然こちらでもいいんですけど、本動画では、こちらではなくて、バッファーラインの方で進めていけたらと思っています。バッファーラインの方は 2.7K なので、バーバーよりは若干、人気があるっていう感じですかね。基本的にできることに関してはそんなに大きな違いないかなと思うので、お好きな方でいいかなと思っております。はい、このチャンネルではこのように、プログラミングにまつわる様々なことを発信しております。本動画、NeoVim プラグインの紹介なんですけど、今までに、telescope.nvim や gitsigns.nvim といった、あとトログルターム nvim ですね。そういったプラグインなどについても、すでにご紹介していますので、そちらを見ていただきますと幸いです。また、NeoVim の、イニトリアルの移行手順の動画とか、Vim 自体の動画とかも、いろいろ上げたりとかしてますので、興味がある方は、ぜひともチャンネル登録とかしていただきますと、幸いです。また、Twitter とかでも、こういったつよつよエンジニアの方法といったような、エンジニア全般の話とかも、してたりするので、興味がある方は、ぜひともそちらもフォローとかしていただきますと大変嬉しいです。はい、それでは、本編に移ります。はい、じゃあ早速 BufferLine.nvim を、インストールしたいと思いまして、まず、リクアイアメントを見ると、NeoVim と、NARL フォンツが、必要そうなので、こちらの NARL フォンツを入れたいと思います。ちなみに言うと NARL フォンツ入れなくても、タブ自体は使えるんですけど、ここにあるよう、ね、にアイコンが、表示されないので、若干、文字化けみたいになってしまって、なんか見栄えが悪くなってしまうという故障があるので、ぜひ、できれば、入れておきたいやつですかね。文字化けしてもハテナが四角が出るぐらいなので、そんなにすごいなんか、著しく見た目を損なうというわけではないんですけど、入れた方がより綺麗になるかなとは思います。で、NARL フォンツについては、こちらでして、インストール方法はたくさんあるという感じですね。NARL フォンツについては、以前、ターミナルをかっこよくするという、動画でも、インストールしていますので、詳しくはそちらで、インストール手順とかを、ご確認いただけたら嬉しいです。軽くご紹介すると、ホームブリューで、インストールして、必要ターミナルにも、フォンツを、提供させるという感じですかね。はい。詳しくは、そちらのターミナルをかっこよくするという、動画をご覧いただけたらと思っています。で、それで、インストールしたという前提にしまして、で、早速、Vim にも適用させたいんですけど、私の場合、daisy.nvim を使っているので、こんな感じの、記述を、NeoVim の方に、適用しますけど、はい。で、まず NeoVim の、設定ファイルを開きまして、私は plugins.vlua に、bufferline.nvim についての設定をこんな感じで記述しまして、これを記述しましたら、あとは、もう一度、Vim を開き直すのはインストールされるかなと思っています。で、ヘルプで、バッファーライントとイメの、マンページが、開けるんですけど、これはここのドキュメントのドック数を見れますので、後でそちらで確認したいと思っています。で、あとは、ターム GUI Colors という、設定をする必要があって、こんな感じで、あれですかね、先にターム GUI Colorsを有効にしてからセットアップコマンドを、呼び出さなきゃならないという感じで、順序を逆にしてしまうと、この辺の四角が、崩れてしまうという感じですね。私の場合はこんな感じで先にターム GUI Colorsを設定してから、バッファーラインを後に設定してという風にしております。はい。これが、前提の設定という感じですかね。はい。前提の設定ができたので、早速、いくつか、使ってみたいと思っております。試しにちょっと使ってみたいんですけど、現状こんな感じになっていまして、タブの方を見るとこんな感じで、表示されていますね。これマウスでも、移動ができまして、マウスで、閉じたりすることもできます。で、これ何もしなくても、開くと、新しいタブで、開いてくれるという、感じになっています。
まあ、これが、主な使い方なんですけど、ただこれだけじゃ分かりにくいと思っていて、いくつかの、コマンドが、用意されております。まあ、こちらのドキュメントを、確認したいと思うんですけど、まずは、タブの、移動系のコマンドが、見たいかなと思っていて、まあ、そちらについては、こちらの方が分かりやすいですね。はい、ここに結構まとめられているというのがありますので、まあ、主に移動系のコマンドとして、バッファーラインサイクルネクスト系と、ムーブネクスト系と、あとは GoTo バッファーという、コマンドと、まあ、あとトグルピンとかもあるんですけど、まあ、この辺があるので、まあ、この辺について、軽く見ていけたらと思っていまして、まあ、以上を踏まえて、ドキュメントの方を、確認してみます。はい、でまずは、バッファーライン、サイクルでも見ますか。はい、まあ、この辺でして、これ若干命名が分かりにくいんですけど、サイクルネクストというのを実行するとどうなのかと思うので、試しに実行してみたいと思います。現状は、ここのためにいるという感じなんですけど、ここでやるとこっちの、次の、タブに移動してくれという感じですね。まあ、いわゆるタブ移動が、行ってくれているという感じでございます。まあ、プレビューについては、前に、戻るという感じですね。主に、このサイクル系に関しては、タブを移動してくれという感じでございます。まあ、これに対して、バッファーラインムーブというのが、確かあったと思うんですけど、はい、これですね。バッファーラインムーブというのがあって、まあ、これ若干命名が紛らしいなって個人的にちょっと思ったんですけど、こっちのバッファーラインムーブというのを、実行するとどうなるかというと、試しに実行します。今ここにあったやつがこっち側に移動したという感じで、これってタブをずらすという、感じの挙動ですね。これはプレブにしますと、はい、こんな感じで前に持ってきたっていう感じで、まあ、つまり、これを実行するときに、バッファーラインムーブっていうと、まあ、サンプル .ts ではなくて、Ruby のファイルを見たいっていうときに、ね、使うのかなと思っていたんですけど、まあ、そうではなくて、まあ、このタブの位置をずらすっていう感じなので、まあ、主にソートに近い、挙動する、命令という感じですかね。はい。なので、この辺の違いが若干あるという感じですかね。で、あと、移動系のものとして、GoTo バッファーですかね。はい。バッファーライン GoTo バッファーというのがありまして、まあ、これは文字通りですね、その番号のタブのページに、行ってくれという感じでして、まあ、試しに、GoTo バッファーの、1とやりますと、1番に移動するという感じですね。はい。まあ、これを4番とかにすると、4番に移動してくれという感じです。まあ、ここに試しに Vim のキーマップを用意してくれていまして、私の方は、キーマップスの方に、そのまま貼り付けて、使用しているという感じなので、これと同じ感じで、使用することが、できます。リーダーキーについては私の場合バックスラッシュに設定しまして、その設定方法については、こんな感じですね。マップリーダーっていう感じで設定することができます。まあ、なので、バックスラッシュと1番とかで、1に移動したりとか、まあ、こんな感じで、はい。自由自在に移動することができるという感じで、まあ、これは結構便利な、ものかなと思っております。そんな感じですね。で、まあ、下の方に最初に、ご紹介したバッファーラインサイクル系のコマンドが、のキーマップがあるんですけど、これは GT で、移動する感じになっていて、まあ、GT でこんな感じでタブを移動できるようにしております。で、あとは、トグルピンという、のがあったと、思いまして、はい、バッファーライントグルピンという、コマンドもあって、まあ、これを使うと、ピン止めすることができるという感じで、まあ、先頭に持ってこいという、感じですかね。はい。まあ、ちなみに、ピンを外すときは、もう一回実行すれば外すことができます。で、あとは、タブを閉じる、挙動なんですけど、クローズの、コマンドもありまして、クローズとしては、はい、バッファーライングループクローズとか、バッファーライングループトグルとか、あとは、バッファーラインクローズライトとかってなります。試しにこのバッファーラインクローズライトっていうのを使ってみますと、はい、ここから、右側にあったやつが、閉じたのがお分かりになったかなと思います。逆に、レフトを実行しますと、はい、左のやつが全部閉じたという、感じになっています。まあ、こんな感じで、主に閉じるっていう感じですかね。ただ私が調べた感じだと、単体の一つのファイルだけをピンポイントに閉じるっていう、コマンドがちょっと見つけられなかったので、まあ、もし、この辺ご存知の方、ご教示いただきたいんですけど、まあ、その辺が若干使い勝手が悪いかなとちょっと個人的には思ったって感じですかね。まあ、と言いますのも、現状だと、まあ、こういう感じでたくさん開いて、まあ、このファイルを閉じたいって時に旧コマンドをやっても閉じなくて、ファイル自体が閉じたという、特徴があります。まあ、この辺がちょっと若干、本来の Vim の挙動から、すると若干直感的でないかなというふうに、感じていまして、これを閉じるときは、この GUI でバスボタンを押すしかないっていう感じになっているので、まあ、これは若干ちょっと個人的には使いにくい印象でしたかね。まあ、と言いますのも、試しにちょっと Vim の方で、開いてみたいと思いまして、Vim で、設定ファイルを開きまして、はい、まあ、こんな感じなんですけど、これで試しにタブで、いろいろ、開いてみまして、まあ、これ今タブで全部開いてるんですけど、Vim の場合は、GT コマンドでタブの移動ができたりとかしまして、あとはここで、Q を押すと、そのタブのファイルが開く
閉じるという、挙動になっています。まあ、これが若干、Vim の、まあ、デフォルトの挙動でして、まあ、.vimrc を、試してみていただければわかると思うんですけど、特に、細かい設定はしていなくて、本当に基本的な設定だけで、Node3 だけ入れているという、設定にしております。まあ、なので私としては、やはりこちらの挙動が若干慣れてはいいので、バッファーラインのように、開いた時に、Q で閉じないというのは若干使いにくいなとはちょっと感じたって感じなのと、あとデフォルトだと GT でも移動しないので、それも若干使いにくかったので、私は、GT コマンドで、移動するように修正しました。まあ、それが、このマッピングですね。GT で、移動するという感じになっていて、その GT で、いわゆる、タブを移動するバッファーラインのサイクルをマッピングすることで、本体のビームと同じ挙動を実現しているという風に、修正したという感じです。まあ、ただ、クローズについてはちょっと若干、本体とビームとは違う挙動で、まあ、個人的にはちょっと慣れが必要かなっていう感じではあるんですけど、まあ、そんなに閉じないことも多いかなと思っているのと、まあ、あとこれ多分閉じないので、まあ、それで一旦いいかなっていう、感じで、採用することにしました。まあ、この辺は正直慣れとかもあるので、一概にどちらがいいというわけではないので、個人的には、結構いいのかなと思っております。まあ、実際にタブとかを使ってくると、こうやって簡単に移動できて、便利になったりすると思うので、ぜひとも、この辺のタブとかの、プラグインを探している方は、参考にしていただけたら、嬉しいかなと思います。はい、本動画が役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。